カール・フェルディナンド・ゾーンはドイツの画家、ベルリンで生まれた。18歳からベルリンの美術学校で学び、その後フリードリッヒ・ビル・ヘルム・フォン・シャドウの教えるベルリンの個人美術学校で学ぶが、シャドウがデュッセルドルフ美術アカデミーの校長に任じられたため、1827年に他の学生と共にデュッセルドルフ美術アカデミーに移った。1829年には、 展覧会に出展し、1830年のベルリンの展覧会に出展した作品は批評家から賞賛を得た。学生仲間のエドアルト・ベンデ・マンラとともに、オランダ、ベルギーを常に旅し、1830年には、シャドウと共に、ローマに旅し、1831年までとどまり、ロマン派の画家に大きな影響を受けた。初期には、宗教的な題材や、 文学作品を題材とした作品を描いた。デュッセルドルフ美術アカデミーの校長となったシャドウとの対立により、教授のハインリヒ・クリストフ・コルベラがアカデミーを去った公認としてアカデミーで教えた。この時期の生徒にはルドルフ・ヨルダンカいる。4年ほどで教授を辞めるが、1859年にシャドウが健康上の問題で引退した後、教授に復帰し、 没するまで教授を続け、多くの画家を育てた。息子のカールルドルフゾーンも画家となった。ありがとうございます。